神奈川県みんなでビューティービーエンターテイメント広報カナフル TV のお時間です。司会の田崎ひかりです。今日はうつと一緒にお送りします。よろしくお願いします。うつです。もうね、1年の中で一番今いい季節と言えますけど、なんか楽しんでますか？いや、やっぱりね、朝歩くことですね。すごいウォーキングします。僕今ね、気持ちよくて、なんかちょっと雨が続いてますけど、はい、私もなんかちょっと時間ができて、日帰り温泉に箱根までこの間ちょっと行ってきたら気持ちよかった。いや、いいな、温泉いいですね。ねえ、本当気持ちのいい季節ですよね。ルイルイ、はい、そうですよ ね。結構ね、涼しい日も多かったんですけど、だん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 暖かくなってきまして、はい、ね、まあ、初夏っていう感じで本格的な夏を迎えそうな感じしてきましたけれども、ね、本日のテーマはサイクリングです。ね、もう自転車ってね、はい、まあ、近年は、まあ、環境に優しいエコとか、うんうんうん、あと健康増進ですよね。これ未病改善にも役立ちますし、はいはいはい、あと災害時なんかにも活用可能な乗り物だったり、あと最近コロナなので、うん、ちょっとね、接触を避けながらできる移動手段としても注目されてきてますよね。そうですよね、うん、そしてもう皆さんね、ご存知のように神奈川の西エリアは、はい、海や山など雄大な自然に、うん、恵まれてまして、はい、まあ、温泉だったりね、地場産の食べ物だったりとか、サイクリングを楽しむ環境が揃ってるんですよね。そうか、うん、ということでですね、はいはい、県では自転車利用促進などのために、はい、県政地域のサイクリングマップを作成したりですとか、はい、あとね、バイクラックや空気入れなどを備えた自転車の駅を設置しているんですよ。これ知ってました？自転車の駅って知らなかったです。ですよね。そうですよ。これでも自転車乗る人本当にありがたいと思いますね。ラックがあったりね、空気入れ置いていただけるとね。はい、まあ、そこで今回ですね、はい、この新緑の季節に県政地域を自転車で巡るサイクリングコースをご紹介します。これウッズが体験してきたんですよね。いや、行ってきました。本当に楽しかったです。風になりましたね、この季節。まあ、今回ね、特別にちょっとね、スペシャルゲストもいるんで、僕だけじゃないんで、いいリポートを伝えれると思います。 VTR どうぞ。さあ、ということでヘルメットをかぶって小田原にやってまいりましたね。これどうしてかぶってるかと言いますと、今日はですね、いや、もうそろそろ下げましょうかね。はい、ということでね、今日は動画でサイクリングの魅力を伝えている方と待ち合わせしてるんですよ。これサイクリングね、楽しみなんですけど、こちらですね、はい、神奈川県西部の極上サイクリングルート、これをね、紹介してくれるということで、こちらね、アムちゃんがね、来てくれるということなんですけどもね、どっから来るのかな。あ、来た。どうも。あ、アムちゃんですね。はい、よろしくお願いします。自転車で颯爽と現れたのは、自転車購入を機に動画配信を始め、サイクリングの魅力を伝えている人気 YouTuber のアムちゃん。神奈川県県西部のサイクリングマップ制作にも協力した一人ということで、サイクリングの楽しさ、コースの魅力を伝えてくれます。サイクリングの魅力を僕に教えてくれるということなんですけども、はい、どこのコースを走るんですか？はい、おすすめのコースがありまして、はい、小田原駅をスタートして川沿いに北へ向かって中井町をこう回って、うん、こちら山北の方へ行って小田原へまた戻ってくる、ちょっと中級者向けコースで、ちょっとアップダウンがあるコースにはなるんですよね。はい、なんかちょっと負けてくれませんか？負けてくれるというか、ちょっとなんか気軽に楽しめるコースというか、初心者でも楽しみやすいコース、お願いします。はい、じゃあまず川沿いが平坦ですごく走りやすいので、川沿いを北に向かって、こちらの斜水の滝、ね、ここですね。あの短めのルートで一部おすすめのところを見ていただければと思ってます。あ、これ助かります。でもこんなに、ね、天気もいいし楽しみなんですけど、はい、自転車がない。そんなウッズみたいな方でも安心、小田原駅前にはレンタサイクルが充実。こちらぐるりん小田原、利用方法は受付で申請した後、ブレーキやタイヤの状況が大丈夫なのかを事前確認するだけという手軽さ。使用後利用時間内に返却すれば OK です。普通の自転車以外に電動アシスト自転車もあって選ぶことができるんです。また自転車の保険も同時に申し込んでくれるので安心なんです。さあ、ということでね、僕の相棒が決まりましたけど、なんかちょっとね、見た目は全然違うんですけど、はい、もうこれでも楽しめるんですよね。はい、電動アシストがついている自転車です。そうなんですよ。じゃあまず、小田原駅から近い私のおすすめのカフェをまずは目指していきたいなと思います。サイクリストにすごく優しいカフェで、サイクリストカフェということなので、うんうん、ぜひ寄っていただきたいです。わかりました。じゃあそちらを目指してレッツゴー。
さあもう天気良くてね、とにかくテンションが高かったんですけど、駅前はね交通量が多いのでちょっと緊張しながらのスタートでした。まあ、気持ちいいですよ。はい、で小田原駅から10分ぐらいのアムちゃんのおすすめのねカフェを目指しているんです。はい、気持ちよさそう。さあ登り始めました。はい、いや楽ですよ、これはいい登りです。ちょっと歩道に入って止まってみましょうか。はい、ここで振り返るとちょうど後ろには小田原城が真ん中ですね。いいですね。はい、これはいい眺め、最高のポイントです。ちょっとここでサイクリングを楽しく安全に楽しむために知っておきたいことを教えていただきましょう。皆さんこんにちは。これ自転車は皆さん楽しくサイクリングしていただきたいので、必ずこのルールブックを一読していただいて、一番簡単なのは信号を守りましょう。でそれから自分が歩道を走っているのか車道を走っているのか、これをどっちの信号を見たらいいか分からないので、そこを必ず決めて走るっていうところが大事になると思いますので、前に車が止まってたりしたら歩道に上がったりして安全に走行していただければなと思います。でそれに伴って自転車、大事なのは点検、どこかおかしいことがないかなとか、あとはこれ体に合っているかなとか、ブレーキの角度だったり、その体に合わせて自転車を乗りやすくするっていうのが大事になりますので、そこら辺は自転車屋さんに行って相談していただければしっかり対応してくれると思いますので、皆さん点検大事に乗ってください。下りはいいな。右側に見えてきました。あ、自転車が見えた。こちらです。あ、ここか。あ、可愛らしい。はい、最初にやってきたのはサイクリストに大人気の場所、アムちゃんおすすめのジプシーカフェ。お邪魔します、はい、いいですか、裸足だ、はい、いいですか、はいはいはい、すいません。本当にサイクリストはずっとカーブの靴履いてて、それが溜まっちゃうから、はい、こうやって裸足になれる。なるほど。一気に疲れが取れるから、へ、そういう考えてこういう、やっぱそうなんですか。めちゃめちゃありがたいです。マイキーさん、これ気になったんですけど、はい、自転車の駅って僕初めて見ましたけど、どういったとこなんですか？そうですね、こちらは神奈川県の自転車の駅で、こういう工具とか、はい、ポンプとかサイクリストに必要なものが置いてあって、スタンドだったり、ほうほうほう、休憩が自由にできるところ。自転車の駅、初めて聞く方もいると思いますが、サイクリングを楽しむ拠点として県政地域全体で41箇所もあるんです。こういう場所があると初心者でも安心できますよね。そっか、じゃあ故障したらここに来て直せるんですね。あ、はいはい、あ、知らなかった、すごいな。で実際どういうふうなつながりがあるんですか？こちらの今回私が走っているサイクリングルートと、またさらに県の西側のサイクリングルートの別のコースをマイキーさんが走っていて、そのコースを企画してくださった方です。そう、マイケルさんはサイクリングルートの制作に携わった方、サイクリストの中では超有名人、世界選手権に出場経験のある元プロライダーなんです。絶景中心、まあ、悪く言えば坂ばっかりのコースなんですけど、うんうんうん、でも一番絶景が見れるように高いところから綺麗な芦ノ湖とか富士山とか海とかが見えるコースで作りました、はいはい、箱根の道本当にすごい素晴らしくて、本当に乗り心地良くて、もう滝がいっぱい あって普通車だったら、はい、もう通らなきゃいけないけど、止まる場所がないんですけど、はい、自転車だったら自転車を外に避けて、そしてその滝が楽しめて一緒に写真撮ったりとか、普通車で楽しめない箱根が見れる、小田原が見える。なるほど、だからか、さっきも通ってきた時にあんなとこから小田原城が見れるとか僕全然知らなかったんで、はい、こういう楽しみ方があるんですね、はい、そうですね、そのためにいっぱい走れるようになりたいとか、いっぱい登れるようになりたいって、いやー、なるほど、しています。マイケルさんのトークも楽しいカフェなんですが、ライダーのために考案されたメニューも人気なんです。
美味しそうですね。うつアムちゃん、まだちょっとしか走ってないけど、召し上がれ、はい、いらっしゃいませ。わー素敵、綺麗な、めっちゃ美味しそう。なんか色鮮やかで素敵な料理なんですけど、どういった料理ですか、メニューですか。そうですね、これが、はい、ジプシーヴィーガンメニューです。おー、ヴィーガン？ヴィーガンメニュー。え、じゃあハンバーグじゃないんですか、これ。お肉使ってないんですか。ですね、パーティーにしたんですけど、はい、でも中はですね、全然肉は入ってないです。豆と人参といろいろそのシークレットの。あ、なるほど。はい。そうか、全部明かすとね。すごい体にいいですね。はい、意外と高タンパクと燃やしやすい脂質。あ、なるほど。だから結構糖質だけだとすぐ切れちゃう。へえ。だから脂質だと長く走れる。あ、じゃあ考えられたメニューなんですね。はい。美味しいです。なんだろう、このスパイシーですね。うん。美味しい。美味しいですよね。これはなんかパワーがギュッと凝縮されてる感じがする。まだまだ元気な2人、先は長いのでパワーチャージしてください。いやー、もう行っていいですか、自転車乗りに、うん、行きたくなるね。行きたくなりました、はい、カフェもね、よかったですね。ジプシーさんがまた料理上手で、だから今回食べたものも次行くとまた味が違うらしいんですよ。いろんなスパイス入れてもう毎回変わってくると。あとチーズケーキ、あ、これがまた美味しくて。そんなのまだ10分しか乗ってないのに。乗ってないのに。いや、なかなかね、自転車って乗りたいなと思っても、うん、目的がないと難しかったりするんですよ。そっか。でもしっかりと距離も走れて、ポイントポイントに目的を設定してくれてると行きやすいですよね、うん、そう、ルールね、自転車乗りますからね、うん、はい、じゃあ続いて本格的に走ってきましたよ。 VTR スタート。出発です。はい。あ、みんな気持ちよさそうに自転車乗ってる。いいな、風もいい感じ。あの、走りやすい気がします。あー、やっぱりこれ最高ですね、この時期って、うん、サイクリング日和ですね。いやー、いいな、なんか緑の香りもするし、自然の香りが最高のロケーションですね。私はこの道本当に好きで、うん、初心者さんでも走りやすいので、めちゃめちゃおすすめしたいコースです。いやいや、もう僕、初心者の僕も本当にここは気持ちいいですよ。あの、自転車道なので、うん、すごく安心して走れますよね。あ、そうですね、なんかやっぱり国道とか走ってるとちょっと周りが怖いんで、うん、景色見にくいんでね、自転車大丈夫だよっていうだけですごく安心できます、はい、いやー、いい気持ち。これ、アムちゃん、なんでこれ始めたんですか、自転車って。いつから。あ、私はですね、ちょっと運動不足を解消しようと思いまして、うん、ほうほうほう、お仕事とかデスクワークが多かったので、はい、こう自転車に乗ったらこう運動不足も解消できるし、まあ、趣味としても楽しいしっていうので、ちょっとロードバイクを買いました。今どれぐらい、何年目ぐらいですか、自転車歴は。今3年目です。でもなんかどういうところが魅力ですか、続けれるっていうことは。楽しいんですよね。 YouTube っていうところで言うと、やっぱすごく綺麗な映像が撮れて、はい、編集してても楽しいし、後で写真見返しても楽しいし、いい景色がたくさん見れるっていうのがすごく楽しみの一つです。まあ、ちょっとスピードが、まあ、車とかに比べて遅い分ゆっくり見て回れるので、はい、あとは自分のやっぱりバイク、うん、愛車で好きなところに行って、そのバイクと一緒にいい景色で写真を撮るっていうのがすごく好きな人多いと思います。ちょっとかっこいいもんな、その自転車。そう、自分の好きなデザインの自転車を選んでっていうところから始まるので、やっぱりそれで自分の選んだルートを走って、で美味しいものを食べてっていう、そういう旅的な楽しみ方が私はすごい好きなので、ぜひおすすめしたいです。佐川川沿いのサイクリングロード、気持ちよさそうですね。これは最高です。いやー素敵だな、楽しいもんな。自転車って皆さん走るところ迷いますよね。でも本当は車道を走るのが原則です。で、車道を走るんですけども、白線をなるべく走ろうとすれば車の邪魔にもならないし、それから白線からドブの間が広いところを選んで走るとよりいいと思います。でも歩道も走っていいところは走って大丈夫です。これを
車道を走っているから車道の信号を見る、歩道を走っているから歩行者の信号を見る、これをしっかり認識をして楽しくサイクリングをしていただければなと思います。のどかな景色がすごく気持ちいいです。いいですね。もう目の前の山が綺麗ですね。この時期本当緑がいろんな緑があって、おすごい、うん、右側に何ですか、富士山が見えますよ。おどこだ、あ本当だ、すごいすごい綺麗、綺麗に見えますね。はいはいはい、あ今日良かったな、いい天気だ。でこちらに道の駅も今見えてますが、はい、あります。本当は金太郎のふるさとって書いてある。金太郎ふるさと、確かここ熊井ちゃんが来たとこですよね。南足柄市にできた初の道の駅、地場産品を販売するための物販施設や飲食施設が充実。以前熊井ちゃんがお肉がたっぷり乗ったローストビーフ丼を食べたところ、地元の景色と名物を満喫するのもサイクリングの魅力。ウッズアムちゃんはパワー充電済みなのでゴールを目指してください。よいしょよいしょよいしょ、あー坂だ、これはきついな、頑張れ、すごいですね。やっぱ電動アシストがついても疲れますね。いや坂は頑張りどころですね、はい、と目的地で美味しいものを食べるためにここでしっかりと頑張っておきましょう。そうですね、あーいい、おーあ声が響く、おーおーいいな、緑が見えてきました。よいしょ行こう、涼しい、いいな、どうも最高ですよ ね、 ね晴れてて新緑の季節でさ、もうこの時にしか見れない緑っていうのがまた ね、 ね綺麗なんですよ。また風がね匂いを運んでくるんですよね、自然の。いや最高、詩人だね今日。いやそうですよ、今日はちょっといつもと違いますよ。はい、行ってね、こう山北町にねそろそろ突入しますんで、ここから山北町で、はい来ました、はい、ここからね茶水の滝ラストスパートです。いいなこれ、やっぱこのコースを作る時もやっぱさぞ気持ちよく作れそうですね、なんかこう楽しんで、ね、むしろ悩みますよね、どこの道がいいかなって。あそっか、いい道がたくさんあるので、なるほど、いやそうですよね。あ中央道かな、水の滝という看板が見えてきました。あ本当だ、あったこれだ、あ入り口だ、あれか、入り口左と書いてありますね。はい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 、2人が到着したのは自転車の駅みっちゃん食堂。町場を離れた場所にあるだけに、ライダーにとっては疲れた体を癒せるオアシスのような存在。こちらに自転車を止めて車水の滝まで歩くのがおすすめです。ライダーに愛されているのはこちら車水ラーメン、地元の食材を使ったなんだか昔懐かしいラーメンです。おいしゅうございます。 ありがとうございます。いや、おいしい、あ嬉しいです、ありがとうございます。いやこれ車水ラーメンっていう名前なんですけど、どうしてそういう名前なんですか。あのね、これ盛り付けがね、いろいろ車水の滝の、ね、イメージを作ったんですよ、はい、山菜とか大石とかさざり石とか、うん、海苔とかそれで考えたんです。いや美味しい、これ水もやっぱこっちの綺麗な水、美味しい水を使って、はいはい、これは何ですかね、シソジュースって、シソジュース、うん、赤いシソジュース、葉っぱがあるじゃない、シソ、うんうんうん、赤ジソ、はい、美味しそう、これシソは手作りとかなんかあるんですか。そうです、これ手作りです、畑いっぱい作ってね。あじゃあもう本当にお母さんが作ったシソジュース、そう、いやこれ飲みたい、どうですか。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいです。これなんかシソって聞いて酸っぱいのをちょっと想像して飲んだんですけど、甘いですね、不思議。そうこのサイクリング後にめちゃめちゃ染みます。 ありがとうございます、めちゃめちゃ美味しい。地元の味に癒された2人、ゴール車水の滝はもうすぐです。
いやーすごくいいコースですね。いいコースです。これ知りません？かぶってたね。すみません、あまりにもね、自然すぎて、自然に馴染みすぎて、すみません、すみません、はい、本当、まあ、山北中井ルートなんですけど、まあ、ちょっと上りとか下りが多いんですけどね、うんうんうん、やっぱもう下りがご褒美という言葉で ね、頑張れるんですよ。そう、ちょっと小田原の海沿いの方からどんどん山の中に入っていって、うん、で気温がちょっと変わってきて富士山が見えて、そう、日陰なんか肌寒いんですよ。いやでも ね、なんかそれがまたね、自然を感じてるっていう感じですごい楽しかったです、ね、あとみっちゃん食堂、はいはい、どうでした？いや、なんかこう、うん、運動した後にああいうところ寄るとさ、はい、もう本当美味しいんだよね。そうなんです。ラーメンいいですよ ね、自転車乗るとエネルギーと塩分と水分失いますから、もう全部取り戻す、ね、感じでいいんじゃないかなと思いますね。はい、さあ、いよいよ射水の滝ゴールを目指してラストスパート。いや感動しました。どうぞ。あ、なんかの滝って見えますよ。の滝、の滝来ましたね。ゴールですか？ここが入り口です、はい、あ、入り口か、はい、お、早速、ね、水の音が、あ、到着しました、こちら。いや着いた。綺麗ですね。これじゃない、これではまだない ないでしょうね。でしょうね。まあ、でもすでに綺麗ですけどね。いや、もう綺麗ですよね。これはまだ滝では、いや、でも十分ね、癒されますけど、 まだもっとさらに、はい、自転車、車と同じ車道を走らなきゃいけないです。これに大事なのは、車が危ない、まあ確かに危ないです、でも車の方も引っ掛けたくない、転ばせたくないっていうのはありますので、本当にシェアザロードって言われている道路はみんなで使うものです。バスも通ります、トラックも通ります。本当に優しい気持ちで乗っていただければなと。そうすると道路はみんなで使うものですから、楽しいサイクリングができると思います。頑張って皆さん自転車乗りましょう。あ、なんか見えてきましたよ。はい、こちらに行くと、はい、実はと綺麗なパワースポットがあるので、ちょっと行ってみましょうか。西勝寺さんですか？はい、あ、行きましょう。あ、なんかいい雰囲気ですね。いいですね。行こう行こう行こう。よいしょ。うわ、傾斜すごい。階段の上が見えないぐらいですね。すごいですね。どうなっているのか。うわ、すごい、めちゃめちゃ華やか。いや、これはいいですね。いいとこだ、ここ。大自然に囲まれた道を歩くと見えてくるのは、丹沢山別院西勝寺。パワースポットとしても知られ、ぜひ立ち寄っていただきたい場所です。いや、これね、もう本当に山に囲まれて、もう木漏れ日が差してきて、ね、もう大自然の力を、ね、もらったっていう感じですね。いやー、このお地蔵さんもね、なんか可愛らしくて、そう、ほんで車水の時行く途中でこう無人販売所がありまして、いいですね、そう、近所で採れたものとか、ほら、青じそ、お母さんが言ってたやつですね。安くて、そう、季節のものがね、いっぱいあって、僕これ春見買ったんですよ。羨ましい。いや、本当楽しいですよ。まあ、こういうのがあるからね、頑張れるっていうのありますよね。そうですよね。自転車乗って行って、うわ、いいな。これ100円借りたままです。おうわー、すごい。あ、ちょっと見えた。なんか急に空気が変わった。変わった。こっちかな。やばい、これすごい。こちら。うわ、日本の滝百選、神奈川未来遺産100に選ばれている射水の滝。その美しい姿は、落差およそ69メートル、なんだか見ているだけでパワーを感じますね。すごいものを見せてもらってありがとうございます。サイクリングいかがでしたか？いや、楽しかったですよ。で、そしてね、この上にあるやつ、これ4月にできたばっかりで、うん、これ滝を上から見れるということなんですよね。そうなんです。いや、これも登ってみたいな。いや、しかし今日本当にアメちゃんにサイクリングを教えてもらって本当に楽しくて、ちょっとやってみようかなっていう気になりました。お、初心者でもエンドアシストあれば楽々ですよね。はい、全然大丈夫です。でもこれ魅力をちょっと伝えてもらえですか？どうしてアメちゃんのこの自転車の魅力っていうものを。あ、そうですね、はい、やっぱりいろんな景色を自転車でゆっくり見ながら楽しんだり、写真や動画を撮ったりできる楽しみや、今日グルメも結構回ったんですけど、グルメやお店の人との交流もめちゃめちゃありましたよね。そういうところで出会いだったり、美味しいものを楽しみながら、散歩しているような気分で
自転車を楽しむことができるので、そういった楽しみ方たくさんの人にしてもらえたらなと思っています。いやー本当に今日本当に1日だけでそのアムちゃんが今言ってること全部体験できたような気がします。いや本当にあの初心者の方にも伝わったなら嬉しいなと思っています、はい、いやまあこういうのってやっぱこうアムちゃんのこう YouTube とか見ると、はい、もっと楽しみが分かりやすいですよね。もしここから入り口でいろんなところ走ってみたいな、どういう装備でとか、うんうんでね、もっといろいろ知りたいなっていう方はよかったら、私が YouTube のアムちゃんというチャンネルでサイクリングの動画を配信してますので、はい、チェックしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。いや今日は本当楽しかったです。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。いや楽しかった。もう滝の音に癒されました今。そうですよね。いやもう本当にいろいろ教えてくれて、うん、斜水の滝についてなんですけど、はい、もうマイナスイオンがすごい、そう言ったように音とちょっと水しぶきがこう来るとか、そうね、言うほどありましたよね。あれ今年4月にできたばっかりなんで、ね、上からこう見下ろすっていうのも楽しいと思います。サイクリングマップはあの自転車の駅や県政地域の役場などで配布していますので、はい、県のホームページからもダウンロードできます、うん、はい、自転車ね本当楽しいんですけれども、はい、でもしっかり守らなきゃいけないこともあります、はい、県ではですね2019年4月に自転車の安全で適正な利用と自転車損害賠償責任保険などの加入義務化を柱とした自転車条例を施行しました、うんうん、詳しくはですね県の自転車条例ルールブックをご参考にしてください、うん、自転車条例ルールブックは町の自転車販売店などで配布しているほか、うん、県のホームページでもご覧いただけます、はい、改めて私も読もうと思います、はいはい、さあ今回ねうつサイクリングしてみてどうでしたか。アムちゃんも言ったんですけど、この時期がやっぱり年中でも1、2を争う一番いい時期らしいんで、皆さん本当やってみてください、ねうん、歩くよりも遠くに行けるし、車よりもゆっくり景色を楽しめる、電車に乗せて行けるんで ね、バラすとね、はいはい、ぜひ皆さんもルールやマナーを守って楽しんでみてください。